後半キックオフです。現在リードしているのはユナイテッド。後半の開始です。強い、体をうまく使います。ボールを取った。スローインでの再開はアーセナルボールです。ビディッチ、エブラ、キャリック、周りを確認したい。上がった、これは止められます。前に押し出します。バレンシア、いいボールを送りたい。守備への切り替えが早い。ここで止めます。このクロスはブロック、決めに来た。パンチングで弾きました。ここで大きく前に出します。このボールはスローイン。チャンスの匂いのするパスです。チャージに行ってボールを奪います。素早く攻撃の芽を摘んでいますね。フリーキックです。ユナイテッドです。注目の司令塔フレッチャーです。ここにバレンシアがいます。キャリック、ルーニー、いい位置でのスローインユナイテッドです。ギグスが行きます。クロスを出した、ベルバトフ。ここで網にかかる。ファンペルシーが行きます。味方が上がってチャンスを作りにかかります。ディフェンスが勝ちました。ウェイン・ルーニー、これはパスミスになった。ルーニー、笛が鳴りました。オフサイドでした。際どいですね。狙ったんだとしてもかなり危険なタイミングでのラインの押し上げですね。ファンペルシー、ナスリ、アンドレイ・アルシャビン、さあゴールの方向を向きたい。このボールはディフェンスに弾き返されます。パスコースにはディフェンスがいます。フレッチャーがここにいました。流します。ユナイテッドプレーオンです。パス通りました。顔を上げたい。ピンチを出します。ゴールラインを割ります。ディフェンスがブロック。ガラス押し込んだ位置でのスローインになります。さあ折り返した、ベルバトフ。このシュートは決まりません。先ほどの得点とはちょっと違って難易度が高かったですね。これはファンペルシー。さあ周りを見たい。ゴール前、今のが決まれば同点でした。これはもったいない。オシェイ、バレンシア、スペースを狙ってきた。ボールを蹴り出したい。決まった、同点ゴールです。同点となりました。激しく喜びを表現しています。これは逆転しちゃった時にはどうなっちゃうんですかね。決してパワフルというわけではないんですが、落ち着いて冷静に決めますね、岡田さん。そうなんですよね。ここの場面でこれだけ冷静になれる選手というのはそうそういるもんではないですよ。ライアン・ギグス、エブラ、合わせてくるか。ベルバトフ、惜しくもクロスバーを越えます。
打点に対してちょっとだけ足りませんでしたね。攻守の切り替えが大事です。このパスはダメでした。通りません。またもストップ。スタジアムには吐息が混じります。ボールはキーパーです。こっから繋いでいきたいですよ。むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。エブラ、このボールは外に出てスローインでの再開となります。上げさせません。アーセナルのコーナーキックです。頭でシュート。ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますよね。どうでしょう、立てますか。これは惜しかった。そして危なかった。ちょっと寄せが甘かったですよ。いい連携です。ボールは蹴り出されます。素晴らしいパス。中を確認。なんとかボールをクリアしました。うまく崩した。あっとこぼれた。勝ち越しのゴールはなかなか奪うことができません。アーセナル通ったぞ。これで決まりだ。このボールはディフェンスが処理します。これはいい連携です。まだあります。アディショナルタイムが表示されます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。攻撃を組み立てます。ここはディフェンス勝ちました。この判定はフリーキックです。さあこれからです。狙ってきた。ディフェンダーが間に入った。さあ突破だ。思い切りよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。ここで後半の45分が終了しました。両チーム譲らず決着のつくことはありませんでした。